日本一ソフトウェアプレゼンツ。さあ、というわけで、前はね、こっから先進めなかったんですけども、進めるようになっていると、いうわけで、この先には商店街がね、多分あると思うんで、そうだね、商店街かな。まあ、商店街で次はね、まあ、思い出の品を探すと、いうことでしょう。これは10円玉かな。あ、お地蔵さん。しっかりとね、お供えして、移動できるようにしておきましょう。犬がいますね。これがあれだね、思い出で見た黒い犬と似てる。このワンちゃん見覚えがある。そうだね、やっぱり。さあ、で、ちょっとこっち側も見てみましょうか。何かあるかもしれない。何もないかもしれない。階段ですね。こっから上に上がると、ああ、なるほど。はいはいはい、そことつながるのね。商店街の入り口は、まあ、ひとまずここかな。さっきのワンちゃんが走っていった方向、走っていったここが商店街の入り口かな。とりあえず。さあ、また看板に落書きが、不気味な落書きがされてますね。許してとか書いてある。怖っ。待って、なんかいない？気のせい、気のせい。なんて書いてあるんだろうね。どこにいる？許して。お前が。なんかいろいろ書いてますね。そういったことが。あ、ワンちゃんズ。なんか聞こえてるよ。なんでこんなに吠えてるの？黒い犬は？黒い犬は向こうに。どっちに行くのが正解なんでしょうか。あー、なんか行けないっぽいな。急にそんな。まあ、じゃあ上の方行きますか。商店街はね、なんか前も行った記憶があるんですけども、夜回りだったか深夜回りだったかで、どっちでも行ったのかな。なんか商店街ってよくあるもんね、街に。私もね、この前商店街行きましたよ。歯型の新聞、犬の歯型がついた新聞、毎日街のどこかでワンちゃんの死体が見つかる事件について書かれているみたい。なんだその不穏な事件は。あ、前ね、商店街で本当にね、人通りの多い商店街でね、まあ、歩きタバコしてるおっちゃんがいて、ちょっと腹立ちましたね。まあ、喫煙所で済んだったらね、立ち止まって済んだったらいいよ。歩きタバコはいかんでしょ。子供もおるんよ。ね、マナーは守りましょう。はい。
人通りが多いところを歩くときのマナーね。しっかりと前を見て歩くと。ね。で、危険なものは、買わない。え。上の方行ったらどうなってたんだ。麺。これ何屋だ。こっちは？こっちには何があるんだ？こっちは行き止まりか。じゃあ犬のところまで行きましょう。さあ犬のところまで来まして、犬はどっちに行くのか。あっちの方はセーフみたい。地図も確認しておきましょう。はいはいはい、上が行き止まりで、うんうんうん、はいはいはい、オッケー。大体分かったような気がしないでもない。で、こっから先また行けなくなってると。だから地図で言うと、この今いるところの右側にある四角いぐるっとしたところには今のところ入れないんだね。了解了解。釣ってますわ。この人たちはあれだっけ？走ればいけるんだね、そういえば。パワープレイでご利用せる幽霊多いね。まっすぐこっち側に行ってみましょうか。この先行き止まりっていうのは確認してるんで。あ、行き止まりだね。何かが落ちてるとかもない。ではでは、反対側の方に行きましょう。こっからさらにこっち側に行くっていうことはないと思うんで、地図見る感じね。まあ、そんなに広い商店街ではないのかな。で、こっちは相変わらず、ワンちゃんたちが吠えてると。お地蔵様がいますね。いいところにあるね。ちなみに、はいはいはい、うん、いい感じよ。お、犬がたむろしてる。黒い犬はどこに行ったんだ。何かワンちゃんの気を引けるものはないかな。これこそあれじゃない、おもちゃじゃない。これだ。ダメでしたね。なんだろうね。ちなみに今ちょっとね、外で非常に雨が強く降ってるんで、ちょっとね、雨音がね、鳴ってるかもしれませんが。はい。まあ、なんか、そういうなんかわけのわからんノイズ入ってた方が怖くない？さっきはなかった何かが。白いかけらが落ちてる。これ、何かの骨かな？持って行ってみよう。はいはいはい、何かの骨。町で拾った謎の骨。卵が腐ったみたいな嫌な匂いがする。とても小さいけど、どこの部分の骨なんだろう。どこの部品の骨はやばいな。生命体をプラモデルか何かと勘違いしてるのかもしれない。こっちには首吊りがいて、この骨だけで通れんのかな。うん、まあ通してもらいましょうよ。お、
黒いのがいる。そうだ、さっき拾った骨をあげてみよう。これですね、何かの骨。いやあ、なんか消えたよ。紙飛行機が、なんかシュールだな。取り残された紙飛行機。一瞬変なものが見えた気がする。回収しときましょう。犬が消えたってことは、さっきのところ行けるんじゃないか？ピンクのもやが。かかってたところ。とりあえずセーブするか。どのタイミングでセーブ入るのかがちょっとつかめてないんだけど。ダメっぽいっすね。じゃあまあ、南の方に行きましょう。この橋を渡ってる最中に何かあるととても怖い。何もなかった。さあ、何が出てくるのか。まっすぐ行こう、ひとまず。行き止まり。招き猫を拾った。お店によく飾られている猫ちゃんの置物。にゃーんという感じの手でお客さんを招いているみたい。確かに近づきたくなる。左手上げてるね。左手は人を招くんだっけ？左と右で意味合いが若干異なるんで。若干というか結構。人を集めるかお金を集めるかっていう。まあ、結局ね、人が来ればお金は集まるんで。人を集めるのが一番効率がいいんじゃないかな。ワンコ。これは何でしょうか。ワンちゃんが何かかじってた。メモの切れ端だ。どうしてこんなものを。お腹が減ってるのかな。あれは、あれは本物の犬？かじられたメモ。犬がかじったメモ。殴り書いたような文字で、うるさい、うるさい、うるさい、もう殺したはずなのにって書いてある。ああ、わかったぞ。犬が、あれでしょう、殺されてた事件があったんでしょう？それの犯人だ、多分。俺の犯人が書いたメモだ。で、犬の幽霊に、うなされてた。これがあれじゃないか。ここにいる犬たちがさ、全部あれじゃない？殺された犬たちじゃない？ああ、ほら。ほらほらほら。また変な気配がした。何が起きてるの？黒い骨を拾った。街で拾った黒い骨。オーブンに入れたまま忘れられたトーストみたいに真っ黒焦げになっている。怖いですね。仮装したのかな？わざわざ？わざわざ仮装することなくないか？ワンちゃんに拾った骨をあげよう。そんな骨をあげるんじゃない。食べちゃった。 大丈夫？ああいう焦げを食べるとね、まあ、癌になるとか昔言われてましたけども、実際はね、めちゃくちゃ食わないとね、この発がんに対してそこまで有効ではないっていうのが、ね、知られてますね。だからといって、まあ、食って美味しいものでもないんで、なるべくね、
めちゃくちゃ焦げついた部分は控えましょう。とりあえずこっちに行くが、この先も封鎖されていると。多分この商店街の謎を解き明かしたら多分全部の封鎖が解けるのかな。適当に進んでおりますが、どっちに行くのが正解なんでしょう。この先まだ結構道がありそうって思ったけど、行き止まりが見えたんで、とりあえず何か落ちてないかだけ確認して、戻って、右向け右だね。ずっと。なんだ。家か。こんなフェンスに囲まれてることないよ、家が。ここは開かない？鍵がかかっているみたい。鍵を拾って開けるんでしょうな。これが鍵かな？いびつな骨を拾った骨でした。町で拾った歪んだ骨。すごく硬いのに、蛇みたいにぐにゃぐにゃで、おかしな形をしている。ああ。骨はあったが、これは開けれないでしょ？この先行き止まりなんだよね。ということはですよ、このぐにゃぐにゃの骨を使って、またあの黒い犬にこれあげると思うんだけど、あ、いましたわ。あららら。なんか獰猛な姿をしてましたね。このワンちゃん、物欲しそうにこっちを見てるけど、骨をあげようかな。さあ次はそっちか。こっちは封印されてたところだね。よいしょ。石ころか。石ころは十分数があるんだよね。あと投げた後も拾えるから、そんないらないんだけど。まあまあまあいいでしょう。次こっちね。あの犬についていけば良さそう。で、お地蔵さんがいる。ああ、抜けれなくなってますね。もう。もう転移はできねえぞと。ここまで来たら。これがこう、くるってなってんのか。はい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 。で、さっきの道につながるわけね、こっちが。まあ、ただ犬が行ったのはこの先まっすぐなので、多分ね、まっすぐ進んでいきましょう。これはどっちだ。これさっき渡った橋ではないね。この橋をとりあえず渡ってみたけど、行き止まり。あー、なんかいる。下、まあ後でいいか。あー、また一回骨になってから消えた。曲がった骨を拾った。町で拾った曲がった骨。ひらがなのくの字みたいに変なところで折れたような不思議な形をしてる。すごいよね。普通まっすぐな骨がああいう形に折り曲がることないから。曲がるまでに折れちゃうからね。
ではではでは、曲がった骨を上げましょう。あのワンちゃんは、あれが幽霊、幽霊犬だね、幽霊犬。あれも結局幽霊犬だったということでしょう。ビンゴカードを拾った。ビンゴに使うカード。いくつか穴が開いていて、もう少しでビンゴになる。でも捨てられてるってことはビンゴにならなかったのかも。なるほどね、ビンゴになれない腹いせで。どうも。しかしこやつはね、基本まっすぐしか歩かないんで、一番近づける幽霊といっても過言ではない。まあでかいから迫力はあるけどね。まあで、犬が行ったのはこっち側だね。この先まっすぐでいいのか。まっすぐ行って、こっち？いや、なんか、イベントだ。あ、お、もしかして思い出の場所では？さっきやったフェンスに使えないかな？あ、なるほど。さっきのフェンスに使うわけですな。何？君は何？なんでっかいの？なんだあのでっかいの。でもこっち行けるよ。おもちゃのブロックを拾った。小さなブロックのおもちゃ。他のブロックをつなげるといろんなものを作る。一人で遊ぶのにうってつけ。フェンスの鍵はこれね。フェンス東と書かれた鍵。町の東にフェンスがあるのかも。町の中を探して使える場所を見つけよう。はいはいはい、もう目星はねついてます。こっちね。じゃあ行ってみますか。さあ、というわけで封印された、フェンスに鍵を差し込んで開けていきましょう。 OK。 さあ、掲示板、ゴミ収集日を守りましょう。ゴミは指定日の朝に分別して出してください。そうね、まあ、カラスとかね飛んでくるから。なんだここ、この微妙な空間が気になるね。毛だらけの新聞。たくさんの犬の毛がくっついている新聞。どこかのお家の庭で犬の歯型がついた死体が見つかったって書いてある。犬の歯型がついた死体？それは何？犬？犬の歯型がついた何の死体がか書いてないんだよ。怖くないそれ。人かもしんない。人なのか犬なのか猫なのかネズミなのか分かんないからね。構造的に上は行き止まりになってそうなので、下に行きましょう。お、あ、これが思い出の場所だ。この辺見覚えがある。さっき思い出した場所によく似てる。あの日、確かこの先で。行ってみよう。そう、これだよね。うるさい。早く。喋るな。時間がない。ついてくるな。なんか看板にあったのもなんかあるね。どこにいるとか、うるさいとか。
さあ、犬がね、なんか食ってますけども。何を食ってる？なんでこんなに落書きが。やばくない？あれ、骨では。人の頭では。ああ。これは完全に人の形をしてますね。口に何か入ってる。これは紙？犬を信じるな。何が起きてるんだろう。ここにいちゃいけない気がする。早く逃げなきゃ。OK。 多分ね、あれよ、前とワオ、全盲の犬、肛門の犬、犬だらけ。あ、若干違うわ。前屋敷だと正面っていうか来た道戻ればよかったけど、それはダメっぽいね。このお化けはワンちゃんだったんだ。これ犬なのか。ワンちゃんのために祈ろう。祈ります。祈りを込めて。いなくなった。成仏したのか。ワンちゃんのお化けが消えちゃった。早くここから逃げた方がいいのかも。一旦商店街の入り口まで戻らなきゃ。まっすぐ突っ切ればいいのか。多分だけど。フェンスあったけど。あ、ワンちゃん。ワンちゃんについていけばいいの？ついていった方が良さそうだね。いやー、ダメです。ダメです。ダメです。ダメでした。ワンコにはついていかない、もう。え？あ、引き返せってことか。なるほど、なるほど。とりあえずセーブして。急に来る可能性あるからね。こっちで合ってるね。急なやつ。急なやつ。こんな中でもお金拾うことは忘れない。マンホールの上あんまり歩かないようにしてたのに。祈ります。祈りを込めて。また来てるわ。なんか後ろから来てなかった、今。まあ、とりあえずに、商店街の入り口まで行けばいいのか。な。いや、祈る。私は祈るぞ。OK。あ、祈れば消えるんだ。何かに後をつけられている。これコンビニ。あれ、これ上じゃないわ。こっちだ、こっち。で、また祈り。祈りを捧げる。祈れ。祈る。祈る。OK。どんどん距離が近づいてる気がしますね、後ろから来てるやつと。さあ、早く戻らねば。
地蔵さんはまあスルーするか。祈る。来てる、後ろから来てる、後ろ。おー、めーめー、セーブしといた方が良かったです。あれ、あー、そっからか。後ろに何かつけられてますってところからだね。あれ、ここの祈りはもう済んだっていう感じ、済んだ判定。じゃあ次はね、しっかりセーブしましょう。セーブ大事だね、こまめなセーブ。お金別に余ってるんで、まだね、まだ 4枚10円玉あるんで、ここでしっかりセーブして祈る。死んじゃってますけども。え、これこっちになんか抜け道みたいなのあった？ないよね。封鎖されてるから、あの目をなんとか突破しないといけない。でそのまま突っ切ってもダメだし、目が出てきたら、ああ、目が出てきたら開ける。真っ赤っか。祈る。開ける。祈る。開ける。これだって祈り続けたとしてもないよな。打開できそうにないんだよな。そうだよね、ギリギリ狙ってるけど。まっすぐ進んだらもちろんダメね。これ目開けたまま突っ込んでもダメ。ということは、ということはだよ、ギリギリ狙うか。あ、あー、逃げればよかったんだ。なんか少しだけ逃げればいけましたね。あー、ワンコ。今までせっかく散々骨をあげたのに。おお、消えたかと思うやん。ただ単に吠えられてるだけなんだけど、これはあれか、ちゃんと道をしっかりと覚えてますかっていう、そういう感じ。ああ、え、どう逃げる。来てる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 、やばいやばいやばい。これここぐるぐるするしかないよな。ここをずっとぐるぐるするしかないんだけど。あ、正面いける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 。ダメー。祈るー。祈れ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 。オッケー、逃げる逃げる。え、これまっすぐ行って次右か。はいはい、あれ、こんな公園あった、こんな公園あった。やばいやばい、来てる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 。
あったと思う。あったということにしておこう。違うわ、これ行けなかったところだ、最初。ぐるって回ってたところだ。最初行けなくてね。これをこう来て、くるって回る。で、次、正面開いてるんじゃないかな。あ、オッケー。いいよ。さあ、祈れ。祈ります。祈ります。オッケー。さあ、で、またくるくるする？待って。くるくるできるか、これ。できそう。くるくるできそう。次どっち？下に行っても解決にはならなさそうなんで、上か。よし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 。いい感じいい感じ。で、まっすぐ行って、まっすぐ行って。まっすぐ行って祈る。お帰りください、お帰りください。誠心誠意祈る。 OK。 祈る。随分とボロボロに。埋めてあげよう。黒いワンちゃんを埋めてあげた。ワンちゃんはずっと苦しんでいたのかも。こういう光景、いつか昔に見たことがある。でも、いつどこで見たんだろう。思い出せない。今夜中に思い出せるのかな。お、思い出の品が。な、手紙だね。これは誰かに宛てた手紙？この字、私が書いた文字にそっくりだ。そうだ、これは昔私が持っていたもの。どうして忘れてしまったんだろう。言いそびれた言葉を思い出した。誰かに宛てた手紙の思い出を見返していきましょう。さあ、これは学校ですね。学校の校門です。ゆず、こっちこっち。うん、すぐ行くよ。夜に侵入しての学校に。ああ、これ夜だな。これは夜ですね。ん？早く行かないと。ん？こっちか。あ、いたいた。待ってたよ、ゆず。こっち来て。え、この学校、相変わらずここを閉めてないの？ゆず、遅いよ。ごめんね。ちょっと怖くて。私も、やっぱり入るのやめない？大丈夫だって。それよりさ、この窓結構高いからはしごが必要だね。
私知ってますよ、場所。確か、うさぎ小屋の方にはしごがあったよね。私、取ってくるよ。一人で大丈夫？大丈夫。行ってくる。え、また取りに行かされんの？うさぎ小屋？うさぎ小屋ってあれ？この前のところで合ってる？いや、違うよな。うさぎ小屋って、そうよね。こっちの下の方じゃなかったっけ？確かこの前ここで大男に襲われた時にこっちに間違えて走ってきちゃって、って感じだったからこっちだと思う。ゆず、ほらこれ。懐中電灯だよ。暗いから持って行って。いいの？ほら、つけてみなよ。はい、懐中電灯つきました。僕ら入る準備整えとくよ。行ってくる。ねえ、小学生3人で。男1人、女2人、夜の校舎に侵入。とんでもないですね。けしからんぞ。ああ。急に来た。怖いですね。とりあえずね、運んでいきましょう。あ、ちゃんと待っててくれたわ。ゆず、おかえり。ありがとう、ゆず。ねえ、学校のあの噂、本当なのかな？それを確かめに来たんじゃん。大男に襲われるってやつですかね。あれはね、本当です。うわぁ。さすがにちょっと怖いね。ねえ、本当にお化けに出会ったらどうする？大丈夫だって。ゆず、途中で置いていったりしないでね。すんごい遠くで音が響いてたんだけど。気のせい？あ、これがあれだ、ねえ、血の手形がついた教室じゃん。元気にってやつね。元気に挨拶。さあ、猫の鳴き声。あれは麦。麦、入ってきちゃったの？あ、麦、待って。ゆず？ゆず、どうしたの？うちの猫がついてきちゃったの。え、猫？猫なんてどこに？階段降りていっちゃったね。あ、ここで友達ではなく、麦の方を追いかけたんだ。そして友達は？どうなって？しまったんですか？あれ、私学校の3階って来たっけ？だって学校の3階私。あれ？
1だっけ、生徒会室とか2階じゃなかった？確か生徒会室このフロアだっけ。生徒会室、あれ、私もしかしてこのフロア一回も来たことない。この奥の教室は音楽室だ。私音楽室来たことなかったよね。音楽室の鍵をあの大男に奪われて、あれ、でもなんか屋上には来たことあるな。あれ、屋上の鍵が開いてる。出ましょう。あれ、このフロア来たことある。音楽室とかの周辺だけは行ったのかな。その他は行った記憶がないんだけど。あ、お姉さん、なんでこんなところに。空を見上げて声をかけられない。思い出だから。あ、ああ。飛び降りちゃった。そうだ、思い出した。私はあの日の夜学校へ肝試しに行った。そして麦を追って屋上へ行ったら、あれ、でもおかしいな。私はお姉さんのことを知らない人だと。それにお姉さん、屋上から、この思い出じゃ呪いを解く方法がわからない。あの日何があったんだっけ。一度お家へ帰ろう。これで4つの思い出を思い出した。でもまだ呪いを何とかする方法は見つからない。まだ大切なことを思い出せてないのかも。探さないと。これで4つですね。傘、ビー玉、しおり、手紙と。4つ。残すところだから、町の北側はだいたい調べ終わったと、言っていいのかな？行けるそうなところがないので、だからあとは、家の前の橋を渡った先ですね。その先に何があるのかっていうのを、調べると。ん？ああ、気概に反応してんのか。いうことでしょう。だから次は、町の南側と。あ、麦？どうした？どうした、麦？もしかして。あ。ああ。呪いが。進んでいるのかも。早くしないと。早くしないと鏡に映れなくなるかもしれませんね。